福岡県では昨日新たに85人の新型コロナウイルス感染が確認され、北九州市では47人と1日の感染者数が過去最多となっています。北九州市で感染が確認された47人のうち46人は小倉南区木下の障害者施設山彦学園の入所者33人とスタッフ13人です。山彦学園ではおととい、入所者の男性1人が別の治療で救急搬送され感染が確認されていました。市は施設内で集団感染が発生したとみて濃厚接触者の検査を急いでいます。山彦学園によりますと、入所しているのは重度の心身障害者で、入所者の治療や介護にあたりマスク着用や3密回避ができなかったということです。その他、福岡市では24人の感染と60代男性の死亡が発表されました。また久留米市で1人、県管轄で13人が確認され、合わせて85人となっています。